こんにちは、みさきです。はい、始まりました、みさきの部屋です。お願いします。今日は髪の毛の量が多い方向けの崩れにくいポニーテールのやり方をやっていきたいと思います。1日通してだんだん落ちてきちゃったりとか崩れてきたりとか、あと最近走る人も多いかと思うんですけど、そういう方でも崩れにくい方法になってますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。4滴出します。手のひらに伸ばして、毛先から順に中間まで伸ばしていきます。アホ毛が出やすい人は少し表面にも伸ばしてください。耳上で半分に分けます。上の部分はラッカールで留めておきます。下の髪の毛をなるべくここの分け目の部分まで持ってきてまとめていきます。ゴムで結んでいきます。ここの部分に空洞を開けていきます。ゴムの部分を持って空洞に下から上に通していきます。少し上に引っ張りながら毛先を2つに引っ張ります。そうすると襟足がしっかりと上向きになります。毛先の部分を上の髪の毛と一緒にまとめていきます。このゴムの部分の少し上あたりで全てまとめていきます。ここが少し分け目が出やすい方もいるので、そういう時は少し毛束を下げてあげると分け目が隠れてくれます。好きなヘアゴムで全ての髪の毛をまとめていきます。トップの部分に少しボリュームを出していきます。毛先の部分に少しパサつきが出やすい人はもう一度オイルをつけて整えたら、はい、こんな感じで出来上がりました。ポイントは2つに分けることです。1つで結ぶ時よりも緩みにくくなるので2つに分けてまとめてください。もう1つが襟足の部分を逆リンパすることです。そうすることによって襟足がシュッと締まるので、よりたるみにくくなります。ぜひ量が多い方、一日ポニーテールが持たない方は試してみてください。バイバイ。